玉置さんは今年還暦を迎えた紳士である。趣味は読書、ジャンルは問わない。古書店巡りをこよなく愛する。朝から出かけ、夕方近くまで店に入り浸る。食事すら忘れるほどだという。とある週末、玉置さんは古書店にいた。何度か購入したことのある店だ。寡黙な店主に軽く会釈し、棚を見ていく。目についた本を何冊か購入し、近くの喫茶店に入った。買ったばかりの本を袋から出して積んでいく。選んでいる時には気づかなかったのだが、そのうちの一冊にしおりが挟んであるらしく、わずかに隙間がある。手に取って分かった。しおりではなく写真だ。4人家族が写っている。小学生らしき男の子、セーラー服を着た女の子。母親は和服、父親は黒いスーツである。自宅の玄関前で撮影したものらしい。とりわけ容姿が優れているわけでもなく、さりとて劣っているでもなく、平均的な家族だ。写真を挟んだのを忘れて処分したのだろう。捨ててしまうのも悪い気がして、玉置さんは写真をしおりとして使うことにした。こういうのも古本のいいところだな、などとつぶやきながら袋に戻す。午後もいくつかの店を回り、帰宅した時にはすっかり夜になっていた。その日の戦利品を机に積み、腰を据えて読み始める。最初に手に取ったのは、あの写真が挟まっていた本だ。なんとはなしにじっくりと写真を見てみた。考えてみれば、見知らぬ家族の写真を持っているのもおかしなものだ。申し訳ないとは思いつつ、破って捨てた。次の週末、例によって玉置さんは古書店巡りに出かけた。大量に購入した古本を下げ、いつもの喫茶店のいつもの席に陣取る。本来なら至福の時なのだが、思いがけない邪魔が入った。とある時代小説に挟まっていたしおりである。見つけた瞬間、玉置さんは我が目を疑った。破って捨てたあの写真である。写っている家族も同じだ。撮影場所も同じ玄関の前である。ただ何もかも一緒というわけではない。男の子は明らかに成長しているし、女の子もセーラー服ではなくブレザータイプの制服になっている。母親も父親もやや老けたように見える。いずれにせよありえないことだ。同じ人が持ち込んだ可能性もあるが、それを買ってしまう確率はほとんどゼロではないだろうか。買った店も違うし、シリーズものの本でもない。全く違うジャンルである。そもそもの疑問として、選んでいる時点では存在しなかったはずなのだ。玉置さんはしばらく迷った後、その写真を駅のゴミ箱に捨てた。自宅に持ち帰る気にはなれない。落ち着かない気持ちのまま、その日の古書店巡りを切り上げた。翌週は急な仕事が入ったおかげで古書店巡りは休止。月末を迎え、玉置さんは勇んで古書店街に向かった。さて、
どの店から始めようか。流行る気持ちを抑え、手近の店に入る。まずは軽く見渡し、狙いを定めた棚の端から順に調べていく。3冊目を開いた瞬間、玉木さんは思わず声を上げてしまった。あの写真が入っていたのだ。間違いなく同じ家族だが、様子がかなり変わっていた。母親が口を大きく開けている。あくびの途中かと思ったが、母親は目を大きく見開いている。目を見開いたままあくびできる人などいない。表情から察するに、何か叫んでいるようにしか見えなかった。それなのに父親も子供たちも笑顔だ。違和感どころではない、異様な光景であった。どうかされましたか？店の主人に声をかけられ、玉木さんは慌ててごまかした。探していた本を見つけたもので。そう答えながら写真が入っていた本を慎重に棚に戻す。それ以外の本を購入し、玉木さんは店を出た。一体何が起こっているのか、さすがに3度続くと偶然とは思えない。得体の知れない不安に包まれ、帰ってしまうことも考えたが、それも何か悔しい。玉木さんは自らを奮い立たせ、次の店に向かった。めぼしい本を見つけ、また次の店へ向かう。すべての店で念入りに中身を調べた結果、写真は入っていなかった。いつも通りに購入し、いつも通りの喫茶店で休憩開始。まずまずの戦果だな、などとつぶやきながら再度調べていく。大丈夫、あんなに念入りに調べたんだから。そのつぶやきを嘲笑うかのように、古い電気から写真が現れた。確認するまでもない、あの家族だ。先ほど見つけたものとはまた違う写真である。母親の姿はなかった。父親と子供たちだけが写っている。全員が大きく口を開けていた。その後も写真は現れている。古書店巡りをやめればいいだけなのだが、玉木さんにとってそれは納得できない解決方法である。写真の家族は徐々におかしくなっているらしい。母親はいなくなったわけではなく、時折一緒に写っている。最近ではありえないほど痩せ、右目が潰れていたという。